皆さまこんばんは桜井よしこです毎週金曜日夜9時生中継です桜ライブ君の一歩が明日を変える今夜もお目にかかれて本当に嬉しいです北朝鮮が3回目の核実験をしました世界に緊張が走りましたそして韓国には強い危機感があります 与党・セヌリ党や保守陣営の間で韓国の対応策として1つ北朝鮮の核施設を攻撃する2つアメリカの核の傘に守ってもらう3つ韓国自身が核武装する4つ韓国が朝鮮半島を統一する。 この中で一つ目は戦争を意味します今どの国も戦争はしたくありませんですからこれは除外します二つ目アメリカの核の傘に守ってもらうこの点についてどうでしょうか北朝鮮は昨年長距離ミサイルの実験に成功しました今回彼らは核の小型化に成功したと言っています この2つを合わせれば射程1万キロを超えるわけですから北朝鮮ががアメリカ本土を核攻撃する可能性が出てきました。このような状態の中でアメリカが果たして韓国のために戦ってくれるかそこに全面的に頼るわけにはいかないのでこれも横に置いていこうというのが考え方です。そこで 焦点になってくるのが韓国自身の核武装ですこの意見は先ほど申し上げましたように与党せぬり党や保守陣営の中例えば韓国で最も影響力があると言われる保守の言論人のカプセ氏などを中心に論じられています日本の私たちから見ればこのような核武装の論議は驚々しいとか 極右であるとかそのような見方も出てくるかもしれませんけれども北朝鮮の現状にこれほど鋭い感覚で応えそして真剣に国防を論議する核武装するか否かも含めて本当に真剣に国を守るということはどういうことかということを論議するその姿勢に私はむしろ 学びたいと思います今日のスタジオのゲストは名経営者の誉れ高い小松の坂根正弘会長です坂根さんのご都合で今日の午後収録いたしましたこの収録の中で私が産業力競争会議と言っています 正しくは産業競争力会議です前もって訂正いたしますこんばんはこんばよくおいでくださいました坂根さんが2002年に小松の社長になられた時、うん、赤字が806億円、うん、それを翌年には黒字にして、うん、その後連続3年、うんえー、最高益を更新し続けたという、うん、まあこれ 絵に描いたような V 字回復を実現なさったわけですが <laughs> です、ね、どのようなその経営改革といいますかをなさってこれが可能になったんですか、まあ、あの具体的な話はこの後少ししますけど、はい、出発点はですね、ええ、まあ私あ2002年3月期がまあ最初の年なんですけど、ええ、その赤字の中で、はい。 小松が赤字に陥った理由が日本のよく言われるものづくり競争力がなくなってそうなったとしたら私なかなか活路はなかったんですけどまあアメリカでこう4年4年8年仕事し向こうの合弁会社の社長もやり我々の競争相手って言ったのは一番大きなアメリカですからそれをずっと見ながら我々が赤字になったのはものづくりではなくてやっぱり日本企業共通のですね やっぱり雇用を何とかしたい何とかしたいという思いでその景気が落ち込んで雇用が余ると子会社を作るサービス会社を作るいろんな事業を多角化と称して事業に手を出すといってそういうことをもう雇用第一ということでずっと繰り返してきて最後に気が付いてみたらその本業の方では結構力があるんだけどいろんな重荷に押し潰されてきたという部分を一回取り除かないと。 これは活路がないなと思ったのが出発ですね。と、うんうん、すると技術とかって優れたものはあっても平たく言えば経営の面でいろんなその負荷をかけすぎてしまって引きずるものが多くなりすぎたす、ね、ということですね。そ,それをどうなさったんですか小松の,はあの一つこうフリップ出していただいたらと思うんですが小松がこれまで私は6年間やった中でその取り組んだことなんですが。えーはい あの考えてみたら日本の多くの企業はですね共通したあの原因でねえ苦しんできているはずなんでまあここにちょっとまとめてみたんですがまあその国レベルの話業界レベルの話企業レベルの話と上からずっとこうあるんですがまあ国レベルで言うとやっぱりこれはデフレがずっと続いてこの成長しなくなったという大きな問題。ここでですねその根本原因はやっぱり東京一極集中地方が 言言論論テテレレビビかららのお知らせです言論テレビですは有料会員になっていただきますと桜ライブの収録動画や公演 VTR をいつでもご覧いただけますさらに桜井キャスターの書き下ろしのメールマガジンこれまでに発表したコラムもお読みいただけますコンテンツをご覧いただくためには 会員登録をしていただき月々に会費945円または年会費1万500円をご負担いただきます詳しくは言論テレビのホームページをご覧ください言論テレビは皆様にご負担いただいた会費で事実に基づく情報を発信し正しいと信ずる論陣を張るインターネットテレビを運営いたします